28歳 OL、 定職に就かない男との結婚に悩んでいる。今夜はそんな女からのご指名だ。なるほど。まあ結婚カウンセリングなんてのはホストの仕事じゃないが、例えば買い物で言えば、迷った挙句に買って心から満足したことが一度でもあるのか。それはどんなことをしても手に入れたい、そう思えたものだけに金ってのは使うんだな、レイジちゃん。ところでお客様、このレイジはお買い上げいただけますか。一点限りの限定品、今なら漏れなく安らぎがついてくる。あーかわいい、ねえ触っていい、お耳がぽよんぽよん。悪いな、これが俺の仕事なんだよ。シャンパンパワーいただきました、ありがとうございました。それいけアニマルソルジャー、出撃アニマルソルジャー。アニマルソルジャーはレベル猫、化石で世界征服を企む悪の組織フロシャイムのぬいぐるみ型怪人で結成された恐るべき殺戮集団である。もう話して、それいけアニマルソルジャー、作戦会議。僕たちならではのレッド摩擦計画を練るよ。うん、後ろから大釜でバッサリ。それじゃ普通すぎんじゃない。そっか、あ難しいな。それいけアニマルソルジャー。いいじゃんかい。アニマルソルジャーの一員ピーちゃんかいは改造マニアである。自分で自分を改造することを抑えられないのだ。としているの、ピーちゃん。バンプ将軍のさっと一品。皆さんこんにちは、バンプです。すっかりおなじみのこのコーナー、今日は第4回目。今日も張り切ってお料理しましょう。さあ今日のお料理は相変わらずとっても簡単、トマトトースト。それじゃあ材料の紹介、まずは食パン、あとマヨネーズ、あとトマト、以上ね。じゃあ早速お料理、まずは食パンをトースターで焼いて、トマトはパンが焼き上がる前に切っちゃいましょう。大きさはお好みで、厚くても薄くてもあなたの好きにしちゃって。パンは焼き上がった、焼き上がったパンを取り出してパンにマヨネーズを塗って、量はお好みで。マヨネーズを塗ったパンにさっき切ったトマトを乗せたら出来上がり。とっても簡単、トマトトースト。やりそうでやらないでしょ、これって。マヨネーズを塗るのはバターよりめんどくさくないから、一人暮らしのあなたにもぴったり。カリ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 、フラットマット、ほらほら、タイザ君ボロボロこぼしちゃってるよ。バンプ様、買ったんですか。見せてくださいよ。ちょっと待ってて、ほら、高齢者向けの楽チン本。ゲイラス君に着メロ入れてもらったんだよ。ちょっと待っててよ。ほら流行ってるんでしょこの曲。羞恥心。あ、もしもし、かよこさん。パープさん、どうしたんですか。携帯買ったんで電話してみたの。ああ、ついに買ったんですね。そうなの。どうかと思ってたけど、やっぱり便利だね、携帯って。あ、そうそう、バンプさん、私バンプさんに聞きたいことがあって。え、おでんの作り方。ああ、煮込むときは蓋しちゃダメ、練り物が膨らんじゃうし、つゆが濁るから。あと冷めるときに味が染みるから、そう、煮込みすぎちゃダメよ。火はつけたり消したりするの。はい、また何かあったら携帯にかけて。はい、じゃあね。バンプ様、今日の夕飯何にします。バンプ様、電話で分かったかな。え、
やっぱりちょっと心配だから行ってくる。私どこへ行くんですか。おでん。ごぼばき、ごぼばき。じゃあ今日はおでんにするんですか。ちくわぷる。え、わざわざ来てくれたんですか。うん。あ、でもごめんなさい、すぐに帰ってもらわないと。え、実は今からお客さんが来るの。あの人の先輩が。え、先輩って。正義の味方よ。それも二人。おでんはそのおもてなしで作るのよ。え、あ、じゃあ私帰った方が身のためだね。やだ、来たわ。バンプさん隠れて。え、畳の部屋の押し入れが開いてるわ、早く。あ、はい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 。いらっしゃい。俺だよ。あら、先輩は？駅で待ってたんだけどよ、来ねえから。もしかしたらもうこっちに来てるかと思ってよ。まあ、ああ、そうそう、バンプさん来てるわよ。あ？あ、どうも、こんにちは。何してんだよ、人んちの押し入れで。あんたの先輩が来たと思ったから隠れてもらったのよ。何しに来たんだ、てめえは。お宅のおでんが気になって。気になんじゃねえ。あ、電話だ。ちょっとすいません。はい、もしもし。え、上田？あ、間違ってますよ。私、フロシャイムのバンプというものですが。え、いえいえ、間違いでした。なんで着メロが羞恥心なんだよ。っていうか、お前いいから帰れ、先輩来ないうちに。ええ、俺が言うのもなんだけど、立ち悪いからよ、あの人たち。じゃ、かよこさん、お邪魔しました。ええ、またいつでも遊びにいらして。はい。はい、じゃねえだろ。やば、来た。お、おい、もう一回お尻に隠れろ。おい、レッド、入るぞ。お久しぶりです、兄弟戦士アバシリンのお二方。どうも。おい、久しぶりだな、レッド。あ、はい。あ、相変わらずでかいですね。カヨコさん、ちょっと見ない間にいい女になって。あれかな、毎晩レッドとちょめちょめちょめかな。やだ、もうアバシリバーさんたら。ちょめちょめ。ゴールドさんはウイスキーは飲まれるのかしら。ああ、何言ってんだ、ミネコ。ミネコ、何でも飲むっしょ。ほら、いいからいいから。ほら、カヨコさん、こっちほら、座って。そうですか、じゃあ失礼して。おい、カヨコ。あららららら、いいからいいから、俺らに気使うなって。あ、で、今日はなぜ北海道からこっちに。ああ、それよ。ああ、東京で怪人でも狩ろうかって思って上京したのよ。でもな、収穫ゼロったく。逆にあれだね、都会の怪人はあれだね。そう、あれだよ、お利口さんつうか真面目くんつうか。ほんと、北海道の怪人はみんなやっちまったからな。あー、もうこれで正義の血がたぎってしょうがねえよ。え、北海道って言えば凶悪とされる悪の組織デスヒグマ団があるんじゃ。やっちゃった、とっく。こいつな、酔っ払ってデスヒグマ団の寝込み襲いやがって。そういう兄貴だって後ろから来て、いや、後から来てさ、もうボッコンボッコンに、怪人ボッコンボッコンにしてたじゃん。後ろも前もボコボコだよ。ほんと立ち悪いわ。こっちの怪人は力がねえな、力。力と書いて力。正義の槍場がねえ。どうしよう、見つかったら私ただじゃ済まない、きっと。あ、なんか鳴ってないか。あのバカ、気のせいじゃないですか。バカ、聞こえてんじゃねえか、おら。羞恥心だな、羞恥心。どうしよう、どこ押せば電源切れるんだろう。買ったばっかりでまだ分からない私。ああ、あえて今羞恥心か。ああ、それ私の携帯です。カヨコの携帯ですって。ほら、飲みましょうよ、ゴールドさん。あらららららら、ミネコの携帯だったか。あれ、出ないの。あ、いや、お客様がいらしてるのに。あ、ちょっと失礼。ああ、え、ささ、ビールもう一杯どうぞ。あ、バーボンの方がよろしいかしら。シルバーさんもおでんどんどん召し上がって。こりゃー、どこ行ったんだろう、パンク様。携帯鳴らしてるのに。ん、この音。あ、パンク様。あらららららら、どうした、オイレッド。おい、今の音なんだ。いや、大きなネズミがいまして。私、北海道には絶対行かない、絶対。ほう、北海道行きたい。行かない。ああ、その後
バンプ将軍の楽ちん本にレッドからのガラス大請求があったのだった。